何者も君を定義はできない。何者も君の心を否定はできない。さあ、その名を思い出せ。ドゥリン。上げてるのは星？どうやらこれは M さんがいなくなった後のことみたいだね。これは鉱山の洞窟？もしかして積木鉱山の作業員が深く掘りすぎて次のページの世界まで貫通しちゃったのかな。そういえばこのランプ前のページの星と似てるような。祝福の森、この本、シムランカで起きたことをずっと記録してるんだね。一つの場所に落っこちただけでこんなに大きな足跡が残るなんて、みんなが彼を恐れるのも無理はないかもね。これがあんたが星を捕まえる理由？ママに会いたいのね。